熊本市交通局8800系電車は、熊本市交通局に在籍する路面電車車両である。熊本市電において1980年代から90年代はじめにかけて導入が続いた全金属製ボギー車の一つ。1988年に2両製造され、1993年には車体デザインをレトロ調に改めた1両が増備された。 1982年、熊本市電では1960年以来となる、新造車として、日本初の VVVF インバータ制御車8200、型が製造された。同形式の導入は2両にとどまったが、続いて1985年と翌年に2両ずつ、旧型車の機器を流用した、車体更新車として8500型が登場した。8500型に続いて、 車体更新車ではなく8200型と同様の VVVF インバータ制御車の新造車として導入されたのが本形式である。メーカーはアルナ後期で車両価格は9160万円。1988年12月28日付で2両が竣工した。導入年は熊本市政100周年にあたり、これを機に国際交流を高める狙いから、 8800系2両は国際交流電車として製造された。そのため、熊本市の姉妹、友好都市であるサンアントニオとケイリンの名がそれぞれ愛称として付けられている。8800系2両に続く新造車は1992年に導入されたが、車体構造の異なる別形式9200型となった。翌1993年、 1994年の市電開業70周年並びに93年秋の地方博覧会、日の国フェスタ、熊本93開催に合わせてイメージアップを図るべく、レトロ超電車101号が製造された。この101号は9200型をベースにした車体や機器を備えるが、9200型ではなく8800系の一両とされた。 8801.88025と同様アルナ高規制で1993年9月21日付で竣工23日に出発式を挙行し24日から営業運転に投入された。車両価格は9200型よりも6割増の1億6190万円である。以上2度にわたる投入により、 8800型は8801.8802101の3両となった。異語本形式の増備は行われていない。8 8 0 1 8 8 0 2号とレトロ超電車101号では、車体構造が大きく異なる。以下、両車を分離して記述する。8802号、K 輪号8 8 0 0 k 8 8 0 1 8 8 0 2号は、 全金属製車体を持つボギー車である。最大寸法は、長さ13.70メートル、幅2.36メートル、車体高さ3.21メートルパンタグラフ折りたたみ、高さ3.85メートル、時長は19.0トン。8200系、8500型とは大きく異なった、全体に曲線的な車体が外観の特徴。前面形状は正面窓に、 大型曲面ガラスを用い、窓状の大型行き先表示器周辺を含めて当時流行したブラックフェイスで折ったデザインである。前面窓の傾斜角は11.2度。前面倉下には角型の全照灯と尾灯を左右に一組ずつ配置し、左右の全照灯の間に相性表示板を取り付けている。 8500型までの車両にあった前面の系統表示板は省略されており、系統番号は行き先表示器に併記される。側面形状も8200系、8500型から大きく変更されており、乗車口が中央部から後部に移された、すなわちア位置が車体の前後となった点が特徴である。混雑時の乗客の流れを円滑にする目的で、 採用されたドア配置であり、熊本市電の2、扉ボギー車では1969年まで在籍した170系以来の採用例であるが、他の車両は中乗り方式であることから停留場で待つ乗客を迷わせるという欠点があり、次の9200型からは元のドア配置に戻っている。ドアは4箇所ども幅85.0センチメートルの折り土。ドア部分の高さは、 レール上面 50cm で一段のステップで車内に上がる。また乗車口左手に系統番号兵器の行き先表示器を設ける。側面窓は前後のドア間に横 185cm、縦 101cm の大型窓が4枚ずつ並ぶ。これらの窓は下部は固定、上部は引き違い式で稼働の二段窓であるが窓枠を ライトブロンズで仕上げ外観上王型窓のイメージを強調させている。ガラスには熱線吸収ブロンズガラスを用いる。車体塗装はアイボリーを基調に緑色の帯を巻いたデザインで、それに加えてそれぞれ相性にちなんだアクセントを配する。車内の内両端の運転台を除いた客室の長さは11.1メートルである。座席については八千二百系、八千五百型で、 採用された一人掛けのクロスシートが廃止され、左右一列ずつのオールロングシートに改められた。座席の長さは7.74メートルで、配置は左右対称ではなくそれぞれ乗車口側に若干寄っている。また立席客の安全対策として、天井中央に握り棒が新設された。定員は座席36名、立席36人の計72人。 レトロ超電車101号101号の車内レトロ超電車の8 8 0 0系1 0 1号は蒸気2両ではなく9200型に準じた車両である。最大寸法は長さ13.50メートル、幅2.36メートル、高さ3.85メートルで9200型と同一。時長は19.0トン。車体は箱型で、小豆色の塗装に金モールを貼り付け、 さらに明治から大正にかけての路面電車車両のイメージである二段屋根、トロリーポール、救助網を取り付けて、レトロ帳を演出する。ただし二段屋根の部分は、屋根状機器の目隠しの役目はあるが、通風、最高機能はなく、ポールも終電に用いられない。側面ドアは左右非対称の配置であり、進行方向に向かって、左側では、車体全部と中央部やや、 後ろより、右側では、車体後部と中央部やや前よりにある。熊本市電では原則として、進行方向左手に停留場ホームがあることから、中扉が乗車口、前扉が降車口となる。乗車扉は幅1 3 0センチメートルで両開き4枚、折り戸降車扉は幅8 5センチメートルで2枚折り戸を採用。側窓は、 幅7 3トルの小型窓をドア間に5枚ずつ、その反対側には4枚ずつ配置し、運転台脇部分にも1枚ずつ取り付けている。全消灯は全面層下中央日灯のみ配置し、その左上に微灯を設ける。行き先表示器は全面窓上と側面中央扉右層下に設置。側面の行き先表示器については9200型と、 同様に8801.88025よりも大型化されており、心臓当初の方向膜には途中経由地も併記するものが使用されていた。車内は9200型と同様のロングシートで、ドア間に長さ1.3メートル及び2.15メートルの座席を、ドア間の反対側に長さ3.35メートルの座席をそれぞれ配置する。 ドアガンの座席のうち短い座席は2箇所とも折りたたみ式になっており、折りたたんで車椅子スペースとすることも可能。定員は座席30人、率、席42人の計72人。車内のレトロ調の演出のため、木見調の化粧板、床板や木製の袖仕切り、丸型の照明灯、牛革製の吊り革、新中製のパイプ類などを使用する。 機器類は8801.88025と101号で大きな差はない。台車は8 8 0 1 8 8 0 2号が住友金属工業製 FS-89 系101号がその改良型である FS-89B 型を装着する。ボルスターアンカー付きのインダイレクトマウント台車で枕バネに上下動、オイルダンパー併用のコイルバネを持ち、 シェブロンゴム式軸箱支持方式を採用する。FS-89B 型のみ、防音車輪を採用し、さらに保守性向上のためブレーキシリンダーが、台車枠内側ではなく、外側に取り付けられている。軸距十は 1626mm、車輪径は 660mm である。手電動機、制御装置ともに、三菱電気製である。手電動機は、 メガバイトマイナス -5016B があったカゴ形参照。誘導電動機を1両あたり2機搭載する。主要諸元は1時間定格出力5 0ット、定格電圧4 4 0ト、定格電流8 9ア,ア、定格周波数5 3ルツ。駆動装置は WN 駆動方式であり、各台車片側の軸のみ駆動する。歯車比は6.54。 8200系の直角カルダン駆動による1モーターに軸駆動方式から大きく変更されており、8200型よりも札幌市電8500型に近いシステムになっている。制御方式は電圧型 PWM インバーターを用いた VVVF インバーター方式を採用し、一つのインバーターで二つの主電動機を制御する。 8200型や札幌市電8500型とは、異なりスイッチング素子に GTO サイリスタを使用する。装置形式は8801.88025が MAP-052 から 60VD22、101号は9200型と同じ MAP-052 から 60VD35。その後2014年度に101号に、 限り9200型と同種のインバーター制御、装置更新工事を受け、スイッチング素子に、イベットを用いる電圧型 PWM インバーターの、三菱電気製マップ -121 から60、VD155 型に乗せ替えられた。運転台の制御機は8200型と同様に、キロリットル -140B 型を使用する。101号の運転台左手に制御機。 右手にブレーキ弁を配置。ブレーキは三菱電機が開発した SMER 型電線、併用直通空気ブレーキを使用する。8200型から採用されたブレーキで SME 型直通ブレーキに電気ブレーキを組み合わせたシステムである。運転台のブレーキ弁を操作すると、その操作角度に合わせて直通管に空気圧が生じ、 それがアクチュエーター及び SMER 作用装置へ入力される。このブレーキ指令は荷重条件を加味してブレーキ量を出力する。この時、同軸では電気ブレーキが作用し、この作用量は SMER 作用装置へフィードバックされ空気ブレーキ圧力を減ずる。これらのブレーキ機構のほか空気ブレーキによる保安ブレーキも別系統で設置する。 台車設置の基礎ブレーキ装置は8200型では油圧式ディスクブレーキであったが本形式では一般的な型押し式踏みずらブレーキを採用する。終電装置は東洋電気製造製の Z 型パンタグラフ p t 1 1 0ジー型を設置。冷房装置は8500型から採用された三菱電気製 CU77N 型インバーター式冷房を 設置する。パンタグラフを挟んで、反対側には SIV インバーター装置による補助電源装置がある。同装置は、河川電源を変換して、冷暖房装置や照明類などに電気を供給している。終電装置については、8801号に限り、シングルアームパンタグラフに置き換えられている。前日の通り、8801.8802号は、 熊本市政100周年記念の国際交流電車として導入されたことから、両者には熊本市の姉妹、友好都市の名が愛称として付けられている。8801.8802号に続いて1992年に導入された9 2 0 0系9 2 0 1号も国際交流電車に選ばれ、姉妹都市ドイツハイデルベルクにちなみ、ハイデルベルク号と命名されている。 ビアガーデン仕様の8801号本形式は他のボギー車と共通の運用によって運転されており、1997年以降に登場した超低床電車のように固定ダイヤがあるわけではない。ただし、レトロ超電車101号に関しては貸切予約がある場合には優先的に配車されるようになっている。特徴的な運用として夏のビール電車、ビアガーデンがある。 市電のイメージアップと増収を目的に2006年より毎年夏季に運行されており、8801号が車内階層の上で重当される。ビアガーデン仕様の内装は座席を取り外した上で窓側にカウンターと28席の椅子を設け、さらに車内灯をスポットライトに取り替えるというもの。ただし、熊本自身の影響で2016年17年は運転されていない。 これとは別に、2008年12月から翌年1月末まで、市中心部のライトアップイベントの一環として、レトロ超電車101号を LED 照明で装飾したイルミネーション電車が運行された。同様の電車はその後も陶器に運行されることがある。新造後の改造点には、以下のような形式と共通のものが挙げられる。レトロ超電車に付けられている101という番号は、 熊本市電においては過去に二つの車両が付けていた。初代のものは昭和初期に二両在籍した山水車のうちの一両である。二代目のものは1957年に交通局が作成した川尻専用資材運搬車で同線の廃止まで使用されていた。書籍雑誌記事ありがとうございます。